鉱山志門は日本のプロバスケットボール選手である。身長188センチメートル、体重85キログラムで、ポジションはパワーフォワード。B リーグ B2 のアースフレンズ東京 Z に所属している。東海大学卒業後の2013年に当時アマチュアチームだったアースフレンズ東京に入団。翌2014年にチームが NBDL に参入し、 アースフレンズ東京 Z に改名すると同時に、高山もプロ選手となる。2015年には NBDL オールスターゲームに出場し、また2016年8月には NBA デベロップメントリーグのトライアウトに B リーグより派遣された。東京都出身。中学校でバスケットボールをはじめ、2005年の都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会では、 東京都代表チームに選抜された。中学卒業後は、東海大菅生高校に進み、2007年の国体では、東京都チームの一員として3位入賞に、貢献。2007年と2008年のウィンターカップでは、ベスト8に進出した。その後東海大学のバスケットボール部に進み、4年時となる2012年には、副キャプテンに就任。この年のインカレでは、 決勝戦で、青山学院大学を71の57で破り、優勝。高山は、試合時間残り1分で出場し、最後の得点を挙げた。2013年に大学を卒業し、クラブチームのアースフレンズに加わり、社会人向けバスケットボールチームのコーチとして、指導を行いながら、選手として競技を続け、この年の全国クラブ選手権、ベスト16に貢献した。 またこの年、チームの NBDL 参入が承認され、高山は翌2014年よりプロ選手となった。NBDL2014 から15シーズン、高山は32試合に出場し、1試合平均11.2得点、7.1のリバウンドを記録した。この年のオールスターゲームにファン投票フォワード部門1位で選出された。 NBDL2015 から16シーズンは35試合に出場1試合平均10.7得点を記録した。シーズン終了後の2016年8月、B リーグの事業の一環として NBA デベロップメントリーグのトライアウトに畠山俊樹、並里生と共に派遣され、3人のうちでただ1人一時選考を通過した。 B リーグ B に2016から2017シーズン、キャプテンに就任、60試合に出場し、1試合平均7.3得点、5.2のリバウンドを記録した。これまで苦手としていた3ポイントも53.8%の成功率を収め、外からも得点できるパワーフォワードとして、相手チームに脅威を与え始めた ABC、鉱山諮問。 アースフレンズ東京 Z2016 年9月6日、閲覧。プレイヤースタッフ鉱山諮問。アースフレンズ東京。2016年9月6日閲覧。ABC 鉱山諮問。アースフレンズ東京。2016年9月6日閲覧。男子東京都 B メンバー紹介。第18回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会公式サイト。 日本バスケットボール協会。2016年9月6日閲覧。AB、コラム鉱山諮問、挫折と負けん、気を成長の糧に。アースフレンズ東京 Z2016 年9月6日、閲覧。松原君。目指すは NBL を下から突き上げるリーグ今、NBDL が面白い。バスケットボールスピリッツ、アートグラフィック新潟。2016年9月6日閲覧。 トライアウトに、鉱山志門ら3人、NBA カブディリーグ、日刊スポーツ、http コロンスラッシュスラッシュ w w w n y k t n s p o r t s c o m スラッシュスポーツスラッシュニューススラッシュ1695241と html2016 年9月6日閲覧、ありがとうございます。